はい、人は何回ね語りかけてもそうはならないもんですね。よいしょ、ちょっと下げましょうか。はい、今日も大和くんと一緒に億万長者合宿のリレーを続けさせてもらいます。まあ、ちっちゃい子ってのはね、何回言っても聞き飽きがないものです。そして叱られたり泣いたりするまでそれは止まりません。でもこれはね、小さい子だけに限りません。いい大人になっても、30代に過ぎても40代過ぎても50代過ぎても何回言ってもね、そうはならないもんですよ。 YouTube やりましょうってもやらないでしょ。FX 頑張りましょうってもやらないわけですよ。全てのものを継続できない、そして怠惰なことを継続するんですよね。怠惰っていうのは言い方が適当じゃないかもしれませんけども、自分の求めている結論が出ないものに対してはずっと固執するわけなんですよ。自分の求めている結果にたどり着こうと思ったら、紆余曲折って言いますけどね、まさに右に行ったり左に行ったり、まっすぐ行ったりステップバックしたりとか、こっちなんじゃないかなと思ってずっと歩んできたものを時には否定して別の方向に進むってこともありえるんですよね。で、私はアフィリエーターとしてこのネットビジネススタートしたんですけど、今アフィリエーターやってるかって言ったらほとんどやってないわけですよ、ね、でもアフィリエーターっていうのは稼げるのは確かなんですよ。今でも稼げると思います。ただアフィリエイトをやり続けた結果、アフィリエイトでは私の生活スタイル、今の生活スタイルは担保できないというふうにね思ったわけで切り替えていったわけですよね。で、ネットワークビジネスにも参加しましたけども、ネットワークビジネスも永遠ではないわけですよ。一時期稼げてまた稼げなくなっていく。だから別のものをまたね探していかなくてはならないと。で、現在 YouTube ってものがものすごく旬だっていうのは、 YouTube を通じての影響力ってのはやっぱり今まで、作ってきたメディアの比ではないんですよね。特に短期的長期的に両方に、使っていけるのかなと思いますしね。よしよしよし、だから YouTube やりましょう、たくさん作りましょうと言ってもやっぱりやる人いないんですよね。で、大和くんもね YouTube もう早速何本も出てるけど、これ大和くんの出演本数よりも少なければそれは稼げないですよね。ね、うるるるし、ということでね、今日は大和くんと一緒にお届けしました。今日ね、なんか東京都知事選なんですよね。東京都の山本太郎さんね、毎日のようにゲリラ演説してますよ。すごい人が集まってますね。あのぐらいしつこくしつこくアピールしないと、しつこくしつこくやらないと、まあ人には届かないかなっていうのと、逆にですね、山本太郎さんも N 国党も YouTube 一本で国政政党まで作ってるわけですよ。公党の代表になってるわけですよ。日本に9つしかない、政治団体ですよ。あのね、公認を YouTube だけで撮るっていうのは前代未聞だなと、空前絶後だなと思いますよ、本当にね。これからも本当に、私はね、インターネットの力すごいなと、私も体験してますけどもね、このインターネットの凄さをね伝えるためにこれからも活動していこうかなと思います。それでは。